こんにちは。よりスタイリング、まめぐです。よりスタイリングチャンネルは毎週月曜21時、3分でわかる骨格診断。ということで、骨格診断の内容をわかりやすく3分でお届けさせていただいておりますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。今日のテーマはこちら。骨格ストレートタイプにおすすめの2022年春アイテムをご紹介させていただきます。ストレートタイプの方におすすめの春アウターの定番のトレンチコート。基本的に張りのある定番の形がお似合いになるのはストレートタイプの皆様です。ジャストウエスト部分に腰紐が来ていること、そして膝丈の部分で丈が切れていることによって足が長く見えますので、ぜひお試しになってください。ストレートタイプの定番アウター2つ目はジャケットです。今季は特にダブルのジャケットがおすすめですよ。襟がしっかり首に沿って立ち上がっているもの、肩の部分に切り替えがあるセットインスリーブ、ダボダボしすぎないジャストサイズで選んでいただくと綺麗めにこなすことができますよ。ヒップの下だけで選んでいただくと足もすっきりと背中もすっきりと見えますので、ぜひ試してみてくださいね。胸の合わせの部分はしっかり溝落ちに合わせていただくことによって胸元もすっきりになりますので、ぜひ選ぶ時のポイントにしてみてください。アイラインシルエットを作ってくれるジレは骨格ストレートタイプのスタイルアップの味方のアイテムです。綺麗め素材のもので選んでいただきまして、膝ぐらいの丈で切り替わっていただくとすっきりとこなすことができますよ。おすすめのジレも丈が長いものは大人っぽい雰囲気に、丈が短いものはカジュアルな雰囲気になりますので、なりたい雰囲気に合わせて選ぶアイテム変えてみてくださいね。しっかりとセンタープレスの入ったパンツと合わせてセットアップに仕上げていただくとカジュアルでも綺麗めにこなすことができるので、ボーダーと合わせてもやりすぎたカジュアル感にはなりませんので、ぜひ試してみてください。骨格ストレートタイプにおすすめなシャツアイテムでも今季はちょっと肌見せのものが多くなりますよ。肩の部分を見せるのは骨格ストレートタイプの方は着痩せをしながら肌見せできる場所になりますのでおすすめです。張りのある素材でセットインスリーブのものにしていただくとより着痩せ効果バッチリです。可愛らしい雰囲気がお好きな方に今季おすすめのトレンドはビッグカラー。カラー部分が体にフィットして厚みを出さないものを選んでいただくことでスッキリと着痩せ効果が出ますよ。ボリュームスリーブなどもしっかりと腕周りにキュッと止まる部分ができていただいて、肉感を拾わないアイテムだと膨らみすぎずスッキリと着こなすことができます。今季人気のマーメイドスカートも骨格ストレートタイプのスタイルアップの味方です。タイトスカートのようなラインのまま膝の部分から広がるマーメイドスカートを選んでいただきますと足長効果も出てスタイルもよく見えますよ。選び方のコツをもっと詳しく知りたい方は以前 YouTube でしっかりと解説させていただいておりますので、ぜひそちらの方も参考にしてみてください。今季トレンドのフレアパンツは骨格ストレートタイプの方が着痩せするアイテムの一つです。以前はブーツカットって呼ばれましたね。こちらのアイテムを選ぶときには固めの素材で足のラインが出ないように、そして膝の部分で広がるフレアのものを選んでいただくとすっきりと着こなすことができますよ。いかがでしたか？今回は骨格ストレートタイプの方におすすめの春のアイテムをご紹介させていただきました。トレンドアイテムや似合うアイテムからどんな風に選べばいいんだろう、そんな方にお役に立てれば嬉しいです。よりスタイリングチャンネルは毎週月曜21時3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容をわかりやすく3分でお届けさせていただいておりますので、ぜひまた来週もご覧になってくださいね。毎週必ず見たい方は動画下のチャンネル登録のボタンからご登録お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。